はい、どうもことです、今回はね、ラッドウィンプスのトレモロの解説をしていきます。チューニングがレギュラーチューニング で動画内タブ札しながらゆっくり解説していくんで、ぜひ最後までよろしくお願いします。よかったら概要欄にタブ符とか音作りとか載してるんで、よかったら見てみてください。はい、じゃあ早速イントロからやっていきたいと思います。はい、じゃあイントロのアルペジオパートからやっていきます。はい、ここなんですけども、アルペジオの、1,2,3 弦はずっと同じ形で、この C コードの上の部分、人差し指だけ残して、この形ですね。で、下のルート音を移動させてます。最初が5弦の開放。で、次が6弦の3フレット。で、次6弦の1フレット。ここ親指で押さえてます。これちょっと握り込むんで難しいんですけど。で、次5弦の3フレット。で、その次2周目が一緒ですね。で、ここで6弦開放いきます。で、ここはちょっと早いん で結構右手が弦飛びするんで、部分的に練習することをおすすめします。はい、じゃあゆっくりタブ札しながらやってみます。はい、こんな感じです。はい、じゃあ次オールインの部分のリードパートをやっていきます。はい、結構ね、シンプルかつかっこいいんで、初心者の方にも結構おすすめなリードですね。まあ、ここのチョーキングはちょっと難しいんですけど、ちょうど1音上げる感じですね。ここの1音上の音を鳴らして、ここと同じ音が鳴るように、はい、まあグッて持ち上げて、ここでトリルしてます。右手で弾かずに、ハンマリングして、でそのままプリングで弾いてます。結構ハーモニーが大事なんで、まあ、1弦の10フレット使ってます。まあ、結構ね、演奏っていうよりか、その高音源の1、2弦使ってるんで、結構ね、ペラペラしやすい音になるんで、まあ、結構音作りが重要ですね。しっかりミドルとかブーストして、まあ、その辺ブログに音作り記事書いとくんで、よかったら参考にしてみてください。じゃあちょっとゆっくり弾きます。じゃあその次 A メロの、ブリッジミュートの、バッキングやっていきます。これ2周ですね。まあ、結構簡単なんで、まあ、このパワーコードの形 でブリッジミュートなんで、この右手の主刀をブリッジ部分に押さえて倍音消してます。はい、まあ、結構ね、これ BPM が200ぐらいあって、かなりスピードが速いんで、まあ、そうですね、右手の力抜いて、でなるべくこの手首のスナップ使って弾く感じですね。あんまりこう力んじゃうとすぐバテるんで、まあ、この辺筋トレだと思ってこの辺鍛えるしかないんですけど。はい、じゃあ次はサビですかね。サビのリードパートやっていきます。
はい、ここ初めなんですけど、1、2弦の8フレット、人差し指で2つ押さえて、1弦のこの上3つを押さえてます。右手はオルタネイトでしっかりミュートして、歯切れいい感じで、でその次がで同じですね。でここが3弦12フレットペダルトーンにして、まあ、ここ押さえながら、まあ、こんな感じで上の音を移動させます。でこれトリルして、まあ、ここは大丈夫だと思います。はい、じゃあタブ譜出しながらゆっくり弾きます。はい、こんな感じです。次もアルペジオ入るんですけど、2番の頭、まあ、ほぼ1番と一緒なんで、まあ、ちょっと飛ばします。で次、間奏に入る前の、入り口のリードパートですね、ちょっとやっていきます。はい、ここはまあほとんど一緒なんで、はい、じゃあその次、間奏に入ります。多分最後間違えましたね。サビと同じことやっちゃったんで。これで終わりですね。まあ、前半がサビと一緒で、まあ、後半ちょっといろいろ動くんですけど、まあ、注意する部分としては、まあ、ここですね。1弦の15フレットと2弦の15フレットを押さえて、で1弦そのままで2弦だけチョーキングします。はい、まあ、結構難しいんで、まあ、僕はさっきちょっと失敗したんですけど、はい、ここも繰り返し練習した方がいいと思います。はい、でまたイントロのアルペジオに戻って、で最後のサビですね、まあ、やってること基本的に一緒なんで、まあ、こんな感じで終わりますかね。はい、じゃあ今回こんな感じで終わります。よかったら概要欄に僕のブログとか、あと SNS のリンク貼ってるんで、よかったらフォローお願いします。あと最後に、グッドボタンと、チャンネル登録ぜひよろしくお願いします。ではまた。